はい、ムエタイ四天王の皆さんに集まってもらいました、今日はこの四天王に集まってもらったのは他でもありません、今回のキックボクシングルールのね、ルールをちょっとムエタイ四天王と確認したくてね、今集まってもらいました。はい、じゃあ今回のルールをね、説明していきます。まずその人その人その選手ごとに対戦カードごとに、ラウンド数が違います。ね。3分2ラウンドの人もいれば、3分3ラウンドの人もいますし、3分5ラウンドの人もいます。ね。それは、ま、各自、自分の試合は何ラウンドか、試合前に必ず、ね、もう、早急に確認してください。ね。3ラウンドの人、2ラウンドの人、5ラウンドの人います。はい。ね。OK ですかね。はい。まず基本的なルールからいきますね。はい。じゃあ、構えてもらって。はい。この状態で。ね。お互い、キック、パンチ、打ち合うところなんですけど、まず反則、わかりやすいところから。肘打ち、ね、まあ、腹にしろ、ね、まあ、足とか、まあ、とにかく肘による攻撃は全てない、これ NG です。これ全て反則、ね、バキッとかやったらこれでレッドカード、まあ、最低でもイエローカード出ます、ね、イエローカードがたまればレッドカードで即失格、まあ、負けってことです。反則負けってこと、ね、重大な過失なんで肘は一切使わないでください。ね、たまたま本当にわざとじゃなくて、なんかたまたま当たったみたいなのがあれですけど、こう普通に肘打ち、ね、こうやって打ったのは反則になります。まあ、どこも全部、ね、さっきも言った通りしつこいですけど、腹だとか足だとかね、例えば肘だとか、ね、とにかく肘打ちは全ての反則です。OK、ね、まあ、有効なところからいけば普通にね、パンチ、ね、顔へのパンチ、これ OK です、ね、あとローキック、ね、相手の足蹴り、ボディキック、エコノミックです。前蹴りも、2も OK です。で、これ難しいところなんだけど、ま、前蹴りの話になるんですけど、関節蹴りって言って、ま、関節ってね、ま、上半身にも手にもあるんだけど、膝、ここをこう正面から蹴ると、大怪我します。こっちには曲がるんですよね。なんだけど、ここにこう正面から衝撃が当たると、こういう感じになって、こっち側にこう折れるという、ね、なのですごい大怪我してしまう可能性があるんで、この膝を正面からこうストンピングするみたいな、これブーブーブーです、ね、これもまあね、歩いてきてくれますこう、もも止めるとかあるんだ、ストンピングでもう一回、そう、こういうのあるんだけど、それでたまたまなんかずれて当たったとかいうのは、まあ、ジャッジ、レフリーがしっかり見て、あれするけど、あからさまにこう見ると、こう打っていったら、これ反則になるんで。ね、関節蹴りしないでください、ね、お腹とかいいですよ、ね、もちろん顔面もいいですよ。なんだけど膝をこう、ね、ストンピングする関節蹴り、これはありません。あと、そのままいってもらうと、ね、こんな回れるわけないんだけど、後頭部、ね、これボクシングで言うラビットパンチって後頭部打つこと、これ反則です、ね。これもなんか例えば俺がこうラッシュしてて、何か嫌がって後ろ向いてたまたま当たったってのはいいんだけど、もう狙い撃ちしてしたら、もうこれも、まあ、イエローは 100% 出ます、ね、もしかしたらレッドカードで一発退場の可能性もあります、ね。あとね、まあ、やる人いないと思うんだけど、これないですからね。足の甲を踏む、これもないですから、見つけないですから、こことかまだないですね。こういうの足の裏を、まあ、こんなやってもそのうちに殴られるから、まあ、やる人もいないと思うんですけど、ここもないです。あと首相撲、朝倉剛さん、首相撲って分かりますか、はい、ね、あの僕やるんですけど、こういう感じで首ロックしてこうやって膝をくっつける、ね、これ OK です。首ロックしよう、こう投げたら、これちょっと僕の方にあのジャッジの印象をちょっとよく、ね、まあ、ポイントになるというか、ね、OK ですか、ね、これ OK です、これも OK ですか。で、例えばこれでこの人がこれ嫌だから座った、これ下手したらダウン取る、この状態逃げるために、まあ、せこいわちゃんと押して剥がさないと、剥がすってのは、顔でしょ、あ、これすいません、あ、そう、こうやって剥がすの、これはいい、ね、これが普通なんだ、ね、なんだけど、これが嫌だから、蹴られるのが嫌だからって自分から座ったら、これは逃げたというか、まあまあ膝蹴りもらわないために逃げてるんで、正当な逃げ、ちゃんとした逃げ方じゃない、せこい逃げ方って、これは単純にダウンと取られる、ね。じゃあムニエル太郎さん、何、はい、か分からないことありますか、ルールについて。いや、とりあえず分かります。とりあえず分かりますか。朝倉浩樹さんは大丈夫ですか、はい、本当ですか。
そうですね、これ知らなかったって言って使っても、はい、反則取られますから ね、もし知らなくてやっちゃった、はい、いや俺知らなかったよって言ってもそれは反則になりますよ。大丈夫ですか。そうですね、はい、大丈夫ですか。うん、内田フィリップ広瀬選手どうですか。大丈夫ですか。もし判定になったら OK、 ああいいとこつきましたね。判定になったら もちろんね、例えば3分3ラウンドでした、終わりました、カンカンカン、ね、判定になります。ね、KO 決着つかなかった、例えば僕が1回ダウン取られてました、 で3ラウンド終わりましたってなったら、まあ僕の負けですよ。ダウンが一番大きいポイントだと思ってます。でダウンの次が例えばすげえ効かないキックパンチをいっぱい当てたっていう手数よりもダメージ、ね、もちろんダメージってもさ、例えば一発ついてるもう一回っていう人もいると思う。でも分かんないですよ実際はね。でもジャッジの判断でこれは明らかに効いてるだろうっていうのはジャッジの判断でポイントなんです。本当はもしかしたら効いてないかもしれないですよ。全然効いてないかもしれない、全然効いてないかもしれないけど、ジャッジが見た目で、ジャッジちゃんとベテランの人がやるんで、その人が見た目でこれは効いてるなっていうのが大きいです。大きいですか。ダメージ、ね、あとはアグレッシブさ、多分すっげえせこくもう逃げて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 っていうのをで、たまになんかちょろんと当ててで、なんかこっちの方ちょっと当ててんだけど、なんか駆け逃げみたいなだったらもうガンガン、例えばこういうアグレッシブな人が上、まあ、ダウンが一番上です。OK ですよね。ダウン、まあ KO が一番ですね。もう倒して立ち上がった方で、次がダウン、次がアグレッシブさとダメージ、どう同じぐらいかな。ダメージかな。でもダメージとアグレッシブさ OK ですか。あとフィリップさん何かありますか。ジャッジ何人ですか。ジャッジ3人です。なので必ず割れない仕組みになってます。よっぽどね、例えば3人ジャッジだとして、もうすっごいコツつけがたいというのがあったら引き分けもあります。そう思ってください。3人いて もうどうしても差がなかったなとかなったら引き分けもあると思って引き分けもあると思ってください。うん、ね、OK です。で、例えば人によって、ね、よく確認してください。自分ね、延長1ラウンド大体ついてると思うんですよ。3ラウンド終わった後、ね、3ラウンドにしろ、3分2ラウンドにしろ、3分5ラウンドの人はそれ以上延長なかったな、6ラウンドになっちゃうんで死ぬんで、それだけ死ぬんで、延長1ラウンドついてる場合もあります。どうしたら延長いくかって言ったら、もう全然明確な差がないです。ダウン取れてないとか、明らかになんかすっげえ効かしたとか、こんな鳴らしたのがないとかとかなければ延長いくと思ってます。明確な差がなかったら、ね、みんなが見て明確な差がなかったら OK です。ヘイ、持ってて持ってて、しゃあない。はい、それではね、ルールがしっかり熟知できたところで、4人に、四天王に、ムエタイ四天王に試合に対する意気込み一人ずつお願いします。はい、ムエタイ大好きマッチョマンタツキさん、はい、試合に対する意気込みお願いします。はい、必ず締め落としてやるぜ。はい、ムニエル太郎さん一言お願いします。はい、必ず受けよう、来るぞ、みんな応援してください。はい、じゃあね、路上の伝説朝倉浩輝さん、はい、ね、髪型もめっちゃ美容室行って整ってきて、色もねついてかっこよくなりましたね。かっこいいだけじゃなくて強いってとこも当日見せてくれると思うんですけど、一言お願いします。はい、とにかく前へ進んで必ず KO します。はい、お願いします。はい、内田フィリップ広人選手、はい、その鋼鉄のボディから繰り出されるパンチキックでもちろん KO ですよね。はい、まあ多分10秒もかかんないかな。わかりました。10秒 KO、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それじゃあ4人とも頑張ってください。アイガーアッパーカット、タトナイト戦ブルーキャッチ。